croisé dans un labyrinthe étranger. Partie 4 et demi. Récital. おい。あ、お帰りなさい、クロード様。何やってんだ、お前。あ、すみません。何でもありません。お、聞いたことのない曲だな。日本の歌です。咲いた桜、言います。これは、なんていう楽器の音ですか？ギターだな。ちょっと変わった音だが。これも日本の歌か？はい。ずいずいずっころばし、言います。ずいずい。歌の意味は？あ、ずいずいとごまみそをすっていると、お茶壺道中が来たので、部屋に戻って、ピシャリと戸を閉めて、って、わかりますか？いや、いい。どうでもいいが、関わるなよ。え？どうしてですか？あれはボヘミアンと言って、仕事もせず、ああして音楽を聴かせたりして金をせびる奴らだ。日本の歌をどこで覚えたか知らないが、とにかく信用してはいけない連中なんだ。でも。面倒に巻き込まれるのはごめんだ。いいな。今日のポトフはなかなか上等だな。そうか、例の看板が売れたな。ああ、ずいぶん値切られたけどな。まあ売れたんならいいじゃないか。なあ、ユネ。はい。ん？どうかしたのか？あ、いえ、なんでもないです。今日ギャルリーにボヘミアンが来てて、日本の曲をやっていったんだ。そうか。それで日本が恋しくなったのかな？違います。とても懐かしかったの。本当ですけど。お前が近づいていくなんて、騙されに行くようなもんだ。そんな悪い奴ばかりとは限らんよ。おじいさん、最近のパリには、いろんな国から人が集まってくるようになってるんだぞ。それはそうだが、出会いを恐れていては、人生をつまらないものにしてしまうぞ。知らない国の人間なら、ユネだけで十分だ。ギター、これだ。それでわかったの？エドガール。はい。やはり昨日の曲は日本のもののようですね。でしょ？ああ、私の感動当たったわ。ですが、演奏していたのはジプシーのようでございます。そのようなものを当お屋敷にお招きするのはお父様やお母様が。そうね。おはよう、アリスちゃん。おはよう、カミーお姉様。あ、そうだ、お姉様、お願いがあるの。あら、何かしら。おい。あ、すみません。今、終わったところ。
じいさんは？先ほどお出かけになりました。この曲、そんなに気になるなら一緒に行ってやる。でも。ただし見るだけだぞ。ありがとうございます。ただいま。オスカー様、お帰りなさい。今日も音楽会はあったみたいだな。はい、クロード様が連れて行ってくれました。そいつはよかったな。はい。その女性演奏家の噂を街で聞いたが、変わった曲を弾くと評判になってるみたいだぞ。歌は歌わないですか？そういえば歌の噂は聞かなかったな。こんにちは。アリス様。ユネスさん、音楽にご興味おあり？音楽ですか？今日この後うちで音楽会をやるのよ。ユネさんもご存知でしょ？昨日今日ここで演奏していた女性。はい。彼女の演奏を一緒に聴きましょうよ。でも私。大丈夫、クロードも招待するからね。それならいいでしょ。勝手に決めんな。あら、クロード、クローデル。そういうわけだからあなたもご招待するわ。別に、いやいや俺を招かなくてもユネだけでいいだろう。あ、本当？じゃあ遠慮なくそうさせていただくわ。あの、構わないですか？俺たちに面倒をかけるわけじゃないなら好きにすればいい。La croisée dans un labyrinthe étranger. さあ、こっちよ、ユネさん。遠慮なくどうぞ。はい。こちらが先ほどお話ししたジャポネーズのユネさん。そしてこちらアンヌさん。よろしくね、ユネ。はい。こちらこそよろしくです。アンヌさんのおじい様が音楽家で、音楽の研究のために日本にいらっしゃったことがあるんですって。そう、日本の長崎という町にいたって聞いてる。それ私の住んでた町です。本当？じゃあユネの歌える歌多いかな。アンヌさんは歌わないですか？ほら、あなたたち。私、日本の歌詞はあまり知らないの。だからユネ歌ってよ。私、歌はあまりうまく。大丈夫。何ですか？このギターを作ってくれた友達から教わったの。クロワーゼ・レッドは。クロワーゼ・
れとは。うまくやれますようにっていうおまじない。お母様が戻ってくるまでには終わりにするのよ。はい、分かってますわお姉様。ということですの。さ、早速何か聞かせてちょうだい。それじゃあ、私がおじい様から最初に教えてもらった日本の花の歌、咲いた桜ですね。いい？はい。さ、お待たせいたしました。ユネさん、どうかしら、日本の情緒感出てる。いろいろ違います。外国の歌で日本に伝わっているものあります。わあ、歌って歌って。見渡せば青柳、花桜、こきま、描かれてます。日本か、きっと想像してるのと違うんだろうな。パリ、日本といろいろなこと逆で、私、皆さんに迷惑かけてばかり、まだまだです。クロワーゼ、レッドワ。ありがとうございます。あー、日本、一度でいい、行ってみたいわ。行けるわ、きっとアリスちゃんならね。本当、お姉さま。ねえユネ、この曲は知ってる？あ、はい、知ってます。でも歌詞は姉が作ってくれたものですけど。素敵ね。笑顔、私の宝物よ。瞳閉じても心で花開く。夕日沈み、影に包まれる時も、寂しくなれば私だけのお日さ。私も楽しいわ。よかった。アンヌさん、私あの歌知ってます。あの歌？はい。ララ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 
私の姉様が昔親しくしてくれた女の人から教えてもらったと言ってました。姉様の目をじっと見つめて教えてくれたそうです。外国の曲だったんですね。いいえ。え？その歌は私のおじい様が作ったのよ。私のおばあ様は日本人なの。二人は愛し合い母が生まれたけれど、周りは二人が一緒になることを許さず、おじい様は別れの時にその歌を送ったの。同じ歌を歌っている。そう思うと距離は隔ててもつながっている気がするから。あ、それじゃあもしかして姉様に歌を教えてくれたのは私のおばあ様だったらいいのに。もしそうならすごいです。おじい様の歌が人から人へ伝わって、今こうしてユネと私をつないでくれる。本当にすごいことだ。そんなに愛していたなら一緒にフランスに来ればよかったのに。姉様、海が二人を隔てたとしても来ればよかったのに。そんなに気になるなら一緒に行ったらよかったんだ。あの家はギャルリーの敵だ。行けるか。心配だな。ユネが日本の音楽を聴いたら日本に帰りたくなるんじゃないか。日本に帰りたいならそうすればいい。ユネの自由を妨げる権利はない。カミーユ様、二人を隔てたのは海だけじゃない。好きな人と結ばれることが許されないのはいつの時代でもあること。でも私は自由に好きな街で好きな歌を歌って、結ばれるなら愛する人と。それは結構ね。カミーユお姉様にはもっと大切なことがあるの。あなたや私たちとは違うのよ。指切り。お互いの指を交えます。日
日本では約束の印です。じゃあ指切り、クロワーゼレッドはきっといつかまた